引っ張った当たり、大きな当たりがどうでしょう。先制スリーランホームランは今シーズン第3号、山崎武史に一発が出ました。この1回の表、楽天にとっては最高の形が出ました。渡辺久信監督もご覧のような表情。3対0。いやー、今のは本当うまく打ちましたよね。決してピッチャーの失投のようには見えなかったですし、はい、素晴らしいバットコントロールですよね。さあ見てみましょう。スライダーだと思うんですけども、うん、ボールのうまく落ち際といいますかね、うん、